どうもこんばんは。本日はスピーカーケーブル、まあケーブルの話なんですが、今現在私が使っているスピーカーケーブルはこちらになります。親出電機さんで購入したチュンギン単線のものなんですが、それ以前に使ってたのがこちらなんですよね。ウエスタンエレクトリックの1940年代の、ブラックエナメル絹巻きのもので、結構これ印象良かったんですよ当時。ちょっとこれらをね、今使っているやつとこう入れ替えてみてどうかっていうのをやってみたいと思います。このウエスタンのスピーカーケーブルは、まあアルテックなんかの本スピーカーのなりすぎというか、ちょっと耳に刺さる感じっていうのを落ち着かせてくれるっていう情報を以前聞きましてですね、で当時試してみたんですよ。で私は当時エレクトロボイスのセントリー 4W というオールホーンタイプのスピーカーを使用してたんですが、古いジャズのオリジナル版なんかをプレイすると結構耳にきつくて聞き疲れしやすいのが、まあ、悩みの一つだったんですね当時。で全身で浴びるぐらいボリューム上げますと先に耳が辛くてギブアップしちゃう感じだったんです。その時にこのウエスタンのスピーカーケーブルに交換して結構助かったんですよね。具体的にどんな感じだったかと申しますと、まあ長官なんですが、 2kHz から 4kHz ぐらいの結構きつさが和らぐ感じで、でもねこもった感じになるわけでもないんですよね。上ずってる感じが落ち着く感じでした。このような経験からもスピーカーケーブルとあとラインケーブルは比較的音の変化が感じ取りやすいと個人的には思ってるんですが、電源ケーブルはねいまいち毎回わからないんですよね。ピンとこないというか、まあ1万円ぐらいの医療用のものから4万円ぐらいのテーブルタップとかいろいろ試してきたんですが、いつもねこういまいちピンとこないんですよね。まあ私が使用しているレベルのものではってことなんですが、皆さんはどうでしょう。電源ケーブル交換してかなりこう改善されたっていうのをこうビンビン感じ取れることっていうのはあるんでしょうかね。結構前の話なんですが、まあ新品で買うと10万超えぐらいのケーブルも試したことがあったんですが、変わった？まあ変わった気もするけどなみたいな感じだったんですよね、その時も。あともう一つこれ疑問なんですが、アンプなどの機器の後ろのインレットまでは太いケーブルだとか高品質の電源ケーブルでこう持ってきてもですよ、一般的にヒューズのところで髪の毛ぐらいの細さになるじゃないですか。あれってそういうケーブルの恩恵っていうか、なんて言うんでしょう、費用対効果っていうか、どのぐらいあんのかなっていうのが疑問なんですよね。どうなんでしょう。まあ数千円の高級なヒューズに交換したこともあったんですが、そこまでね効果を感じなかったんですよね私は。ですからちょっと電源ケーブルは謎なイメージなんですよ個人的には。ちょっとそれちゃったんで話戻しますと、今回はスピーカーケーブルを、純金単線ね、これと、1940年代のウエスタンのブラックエナメルの絹巻きのケーブルで再度オーディションしたいなと思いました。まあ前回と同じサンプル曲なんですが、これちょっと聴いていきたいと思います。どうぞ。
はい、聞いていただきましたが、皆様はどんな印象だったでしょうか。私はね、純銀単線のケーブルの方が伸びやかな感じっていうか、まあ今回は好みかなと思いました。こっちね。で、ウエスタンの方はちょっと、なんていうのかな、音楽聴いてる時のドキドキ感っていうか、なんかどっかに行っちゃった感じかなっていう印象でした。まあこちらのウエスタンのケーブルを使ったとしても、まあ、スピーカーのアーテネーターだったりスーパーツイーターの、まあ、コンデンサーの容量で、まあ、追い込めるとは思うんですが、まあ、あえてケーブル変えて再セッティングする必要もなさそうかなと思って、引き続きこっちのケーブル使っていこうかなと思っております。まあ据え置きですね。はい、まあ、こっちでなんか面白い変化あるかなと思ったんですが、こっちでした。こっち引き続き使っていきます。というわけで、また気になったことがあったら動画撮りますんで、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた後ほど、さようなら。